ニュースポストセブンがネタ記事出しました。小室さん変わり果てたわけですが、これどうしてこうなったのかな。小室さんの姿を見て褒めてるわけです。確かに褒めますか。はい、久しぶりに彼を見てね、サーファースタイルであると、うん、まだ春やね小室圭さん最新私服に驚き、ロン毛にサーファーファッション、ニューヨークでも海の王子と。おお、うまいねうまいこと言わんでよろしいわ。はい米国のニューヨークにも春が訪れて、うん、これサーファースタイルってだらしないだけでしょうが日中は基本18度前後と日本と変わらぬ陽気、街を歩く市民たちの表情もどこか穏やかになってきたと。そんな4月中旬の小室圭さんと眞子さん夫妻のこの絵が届いたと。週末のですね、この日は2人で仲良くマンハッタンの街に外出、毎日スーツ姿で通勤する小室さんもラフな私服で休日を謳歌していたと。休日って書いてますけど、毎日休日みたいなもんじゃないですか。週3でオフィス行って重要業務が弁当配達なわけですから、コピーとお酌みたいな、うん、じゃあさ、週3しか行ってないでしょ。全部の仕事がコピーとか資料まとめることトントントンってやるだけでしょ。端がずれてたらトントントンってちょっと整理するだけでしょ多分小室さんは言ったらそのリモートで何してるんですか。寝てるんか。おまけに飛び出してきたのはゲームしてるわとゲームして昼夜逆転したから、もう昼間あんま出歩いてないと。ああ、散々やね。ミッションドリブンみたいなね、話がありますけども、イニシャル D の間違いなんじゃないですか。小室さんの私服についてある、車でも走らせてたんじゃないですか、ゲームで。ファッション誌、編集者はね、南カリフォルニアのサーフィン&スノーボードブランド、クイックシルバーの、知らんねん、そんなブランド。そんなあんの半袖 T シャツに、立体裁断のダメージデニムのようなグレーのパンツと、バージョンアップしてるやん。足元はバンズのスリッポンと、お手本のようなサーフスタイルですね、と。どういう気持ちでこれ、記事を書いてるんですかね。でもクイックシルバーはね、このブランドらしいんですが、アメリカのカリフォルニア州のハンティストンビーチに本拠地があるサーフィン及びスノーボードブランドであると。まあ、春でも海行ってサーフィンでもするんですかね。うん、寒いで、まだ。うん、やめとき。長髪ポニーテールと相まって、これで日焼けまでしたら完全にサーファーですね、と。と解説すると。うん。さすがは、元 UCLA カリフォルニア大学ロサンゼルス校の留学生で。湘南江ノ島、海の王子ですね、と。関心を寄せた。いや、もうね、ちょっと、もう、笑い転げたんですよ、正直、この記事見てね。思ってないやろ、と思った。どういうつもりで書いてるんですか。幼少時から、バイオリンとピアノをたしなんで、もう、壮大な前振りですよ、これ。国立音大附属小学校、中高一貫のインターナショナルスクール、高偏差値の国際キリスト教大学、ICU、大手都市銀行勤務、一橋大学大学院修了、さらには米国フォーラム大学、フォーラム大学になってる5時になってる5時やん。うん、だからこんぐらいの熱量で書かれたんでしょうね。ロースクールに留学と、華麗な経歴、うん、フォーラム大学ってなってるよ。きゃ華麗な経歴が並ぶ小室さんの中でも、うん、フォーラム大学と、ひときわ目立つ異色のね、肩書きがと。うん、そうでもないけどな。地元神奈川県の藤沢市観光協会主催の海の王子と呼ばれる観光 PR 大使でしたと。で、今度はパクに小室さんが出てくるんですが、漫画ですね。海の王子っていう必殺技がありますからね。あの漫画面白いよね。うん、笑い転げたわ。というわけですが、輝かしい経歴なわけですよ。フォーラム大学。何のフォーラムですか。それでやっと着いた仕事が弁当配達。アルコー室ジャーナリストは、婚約発表当初は、それで年収600万と。こんなちょろい話ある？これが彼に、爽やかな好青年というポジティブなイメージを。だから、本当に任せる仕事ないんやろうね。って思うわけですよ。怖くて仕事任せられないんだわと。これは、事実なんでしょうね。うん。で、彼はもう開き直ってゲームしてると。というポジティブな、何のゲームしてるんですか？逆転裁判か？イメージを植え付けて、重要な肩書きとなって、いましたと。振り返ると。さらに、夜のディスコへ。学園祭で女性の肩を抱き寄せる姿など遊び人風の写真も流出してましたと。ノリピーの旦那みたいになってるやん。海の王子として公的な広報活動に従事していたことで、彼の人となりも評価されていたようですと続けたと。
小室さんが出だしてね、これエリートやと、そのエリートは今や弁当配達をしてると、ね、し、それは配達員の人がオフィスにちゃんと届けてくれるやん、すごいアイスよ。さあその間いらないわけですよオフィスの外から中に運ぶ仕事って本来だから、それしかやる仕事ないんじゃないですか。12年前の2010年の海の王子コンテストに選ばれた時から、湘南藤沢の魅力をインターナルかつグローバルな視点から、英語力を押されても、小室さんのことを知る放送関係者、試験受ける英語力も不安やなと言ってたわけ。皆様にお届けできたらと抱負を語って、将来の夢は外交に携わることと、お手本コメントを発していたと。うん、何の外交するんですか。前出のファッション誌編集者は、小室くんがサーフィンをしているとの話は聞いたことはありませんけども、だからね、うん、適当になんか買っただけやろサーファーショップで買ってないやろ、多分。古着屋かなんかで買ったんじゃないの。海は彼をイメージするアイテムの一つと、あ、だから海の王子だからね。ロン毛にしてることも、買いかぶりすぎやね。真面目な仕事ぶりと、フランクな姿を若々しくね。江南の両面を、うん、そんな若くもないけどな、もう30やろ。自己ブランド化する戦略なのかもしれませんと推察したと。うん、自己ブランド化、うん、それ下手すぎるでしょ。確かに従来のコース関係のお堅いイメージの打破につながっているかと。うん、いや、ちゃうねん、ちゃうねん、だらしないだけなんやって。だから結婚にまでこぎつけながらも、司法試験には落ち着けて浪人に甘んじていることで、自由な気分が反作用しているところが不安定であると。そこしかないね。やはり目指すのは7月の再々試験での合格であると。無理やって。これ何回もやってるよ、多分。うん。その7月終わって、9月に多分合格発表やん。で、多分こんな記事出ると思いますよ。4度目の正直かと。うん。仏の顔は3回まで。4度目の正直か。もう仏も いなくなる。うん、仏も怒ると。うん。お前、つって、おい、つって。おい、お前、ちょっと、ね。もう何をゲーム してはんねんと。仏さんもね、怒っちゃうと。試験を主催する。ザ・ニューヨークステートボードオブローエグザミナーズ。ニューヨーク司法試験委員会のデータでは。またこのサイト見に行かなあかんの半年後に。9月か。4ヶ月ぐらい。うん、なる、もうちょいや。またイベントできるんか。再挑戦以来のね、受験者の合格率は 30% と依然厳しい現実がそびえ立つぞ。そんな厳しくないけどな。3分の1も受かるんですから。7月の場合また上がるからね。どういう風に言い訳するんやろうね。現在の心境はね、崖っぷちに追い詰められた重圧と緊張の日々なのか。崖っぷちなのにもう落ちてんの。崖の下は崖がありません。愛するマコさんの、そんなさ、段差みたいになってないですからね。崖が段差の仕組みですか。愛するマコさんの支えのおかげで大前自弱なのかと。いずれにしても次の大一番へのカウントダウンはすでに始まってると。もう終わってるんですよ。もう終わってんの。もう、金なり終わりました。だからマイナスなんです。うん、もう終わってますから、そのカウントダウンはね。もう彼はどうしてこうなってしまったんでしょうな。新しい写真がどんどん撮られてるわけですが、デイリーメールもさ、どんどんさ、彼アップデートしていく。顔が全然変わっていくよね。まだ会見の時はね、清潔感あったんですが、デイリーメールの試験会場での姿もなかなかの格好でしたし、これもなんかサーファースタイルって AI もうたまったもんじゃないな。次は何なんでしょうか。それでは皆様ご一緒に、近々お疲れ様でした。はい。